さん、タイプすること入ってます。ケビです。ありがとうございました。はい。ケビですね、カラーって知ってます？カラー。何？どうというの？あ、カラーか。そう、カラーです。で、それぞれ俺らにもメンバーカラーというものがあって、メンバーカラー。緑、黄色、赤、青、青。今日はだけね、カラーのある食べ物を食べようって。画期的だね。例えば、歩いてました。食べ物見つけます。よし、あれ食べよう。その食べ物の中で一番その色に近い人を食べる。赤と青入ってて、赤の方が多かった。赤が食べる。で、青に近い色とかも青が。そう、青が食べる。まあそこは親の判断、ね。あ、そう、それで今日、竹下通りに来てるんで。食べ歩きだね。何でもあるわ。それでは、いきます。竹下通り、はい。はい。マシャ。じゃあ行くか。あ、ありますけど。行っちゃいます。クレープあるよ。黄色じゃん。おすすめの。はい、ということで、これ何色？全員で思う色を言おうか。メンバーカラー内で。メンバーカラー内で。より近いやつね。せーの、黄色。はい、ということで、エビくんに食べてもらいます。いただきます。僕、アダイって言うんで全然美味しいんですけど。クレープ好きなんで。うめぇ。美味しいね。うめぇ。じゃあちょっと食べながら行きましょうか。何が食べたい？そうだな、ちょっとした。でも原宿って言ったらデザートじゃね。いや、惣菜って言ってしたの。あ、色が目に見えて分かるんですけど、どうする？おはよう。僕ら食べれないな。どうしたんですか、その声。地震が起きそうな声してますね。そうそうっすね。風と前回の撮影によって喉が完全にぶっ壊れた音です。春の愛みたいな音がするだろう。唐揚げでございます。これは何？どっちが話すの？全体的に。これ全体的にですね、ちょっと全体的にこの色を見てもらって誰のメンバーか。何色だこれ。せーの、黄色。はい、黄色です。え、いや、赤で。まあ、そしたらマジ一回眼科行ってこい。あの、はい、免許取れないよ。嬉しいな。本件欲しいよ。本件行けよ。甘いもん。うまいね。ごめん、ごめん、ごめん、上向いちゃってたわ。じゃあ、行きます。はい。あ、原宿っぽいな、わかるじゃん。あれは女子が来るもん。やめとこう。行くっけないでしょ。じゃあ、あれを食べてみたいと思います。何で食べます？先にまず最後の一口です。いかんじゃん。で、次こちらです。じゃあ、メンバーカラーあるんで。ちゃんとメンバーカラーね。紫はどう判定するか。そうね。せーの、青。青です。青。あ、そういう独断の偏見じゃないか。いただきます。はい。あ、そいつ食べる。あ、腹立たしいな。腹立たしい。食いしん坊だから全然。あ、やばい、秒じゃん。あー、美味しそう。あ、ダイソンの中に入ってる埃の塊に。いくや。いやね。さっけって言っちゃったよ。歩きます。右手にマリオンクレープがあるんですけど、どうするんですか？ごちそうさま。じゃあ、はい、ということで店員さんのね、おすすめのね、マリオンクレープのやつを。はい、じゃあこちらいくか。あ、いちごバナナスペシャルです。この色を見て、具の色ね。生地の色とかだとおでんになるから。せーの、赤。はい、ではクレープいただきます。今すごい甘いの食べたかったから。すごい神々しい。米津玄師のね、 TV みたいになってる。タグの目が隠れて、犯罪者みたいな。誰が犯罪者？ちょっと、ここですね。いやいや、見るまでもね。あいつらはね、これが来るって分かってないんで、反応をちょっと見たいと思います。買ってきました。買ってまいりました。そうきました。そうきました。ちなみに何味ですか？ホットスパイシーとメープルホワイトソース。これさ、どっちも前の動画で食ったよ。そうだ、結構前の動画でこれどっちも食って。これに関しては今回それぞれ何色か。じゃあまずこっち行こう。せーの、赤。え、黄色じゃない？え、黄色じゃん、黄色じゃん、黄色じゃん。赤だよ、赤だよ。食べる。これむずくない？いや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 。せーの、黄色。はい、まあまあそうだよ、そうなるよ。やべ、多いな、黄色。いただきます。いただきます。普通にうめえな。まあまあそうだろうな。じゃあ行こうぜ。こちらに行ってきます。てかさ、何にしろ見た目黄色で。ソフトクリーム。これ何味ですか？いちごかな。これで色分かってる。ライト照らさせてもらっていいですか？赤やん、赤やん。いや、でもそれぞれが思う色。そうそうそう、おのおので。せーの、青。何？青。赤。赤。青。青。今赤って。自分で赤って。お、自ら。じゃあ行きます。生クリームですよ、このカメラに向かって。いいって。脳がさ、色に左右されて味変わっちゃいそうで。うん、味は皆さんの想像してもらえば。その味ですよ。いやいやいや、まあ、YouTuber 向いてねえよ。簡単に言っちゃうよ。いちごに生クレームかけました。生クレーム、クレーム。入り終わった。やっと終わった。口でご飯が目の前にね、伸びるチーズ。おでんじゃん。じゃあ買ってきます。
いやいやいや、肉巻き、チーズ、おにぎり。肉巻き何色だと思う？むずい、際どいね。際どいんだ、際どい、毒だ、際どい。せーの、黄色原宿追いに敵対心むき出しです。多分美味しいと思うよ。伸びんじゃね、伸びへんのかい。うまい。ゆっくり行きましょう。あ、なんかある、ケバブ。あー、もういいよ。こちら、ケバブです。あー、もう俺お前だと思う。気でも、まだ分からない。まあ、低いじゃない。自分で前の目に行ってるよ。せーの、青いただきます。企画が壊れたぞ。いただきます。ヨーグルトして、ヨーグルトして。青だ、うまそう。あ、うまい。俺が食べない可能性もあるから、中辛やめたの、甘口にしたの。いいね。まろやかに肉を包んで、それを俺の口がグワーッと。横のやつやべえ顔してる。横に下がるので買っていきたいと思います。はい、ということでこちらおすすめを聞いたら、新作のストロベリーチーズケーキフラペチーノかな。この全部の色でいいでしょ。この全部の色でいい。そう、この全部。これなんか黄ばんでね。黄ばんでますね。一番出てる。トちゃん、ものすごい目の持ち主だ。せーの、緑。ちなみに僕、ケバブ食べ終わりました。ちゃんとチーズケーキの味もして。じゃあ、まあ移動しますか。よいしょ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。何がなんすか、その手に持ってるの。お前まで何も食ってない。何も食ってない。お腹すいたらサンドイッチ。え、待って待って待って。お、あれ待って、あ、そういうことする。自腹でもそういうの起きちゃうよ今。あ、でも動画のために持ってきたんじゃなくて、自分で行こうとした。それはね、一応茨城かけにしたもん。拒否権はないでしょ。これ出じゃねえ。これ出てるね。これ出ちゃってるわ。これ出ちゃってる。何を買うのこれ。みんな大丈夫？食べるの早いだろ。早いだろ、買ってきた。僕のお金だから。せーの、黄色。俺じゃねえか。風を切って走ってゆく